最初に登板したのは九里。フォーム改造にチャレンジする中、今キャンプ初めてのバッターとの対戦は納得いかないボールが多いと課題が残る内容となりました。一方、エース大瀬良の調整は順調そのものでした。すべてストレートを予告し31球、末金からは2球連続で空振りを奪うなど、ヒット性の当たりはわずか3本。最速148キロのストレートに手応えを口にしました。まあ、ファウルも、数多く取れましたし、まあ、空振りも、取れたので、はい、感触としては良かったと思います。